黒猫ゲームズ見てね。はい、それじゃあね、開けますよ。オープン。よっ、ほっほっほっ、なんか入ってる。よし、うわ、すげえ新聞だ、新聞すげえぞ。うわ、新聞の中に黒猫チャンネルの黒猫です。来ました、来ました、荷物が届きました。はい、ということでね、今日は開封と、あとね、ババことババオの方で再ペアリングしていきたいと思ってます。まずは開封しましょう。いつもの高速箱開け術で開封します。はい、それじゃあね、開けますよ。オープン。よっ、ほっほっほっ、なんか入ってる。よし、うわ、すげえ新聞だ、新聞すげえぞ。うわ、新聞の中にあれが出てきた。うわ、ちっちゃい。この箱いいな、この箱。はい、すごい、なんて丁寧な梱包なんだろう。綺麗な梱包でしたね。はい、綺麗、すごい綺麗。穴開けてねえな。うん、まあ大丈夫でしょう。ね、生きてるかどうかね、心配ですが、開けていきます。よーし、開けますよ。ほっ、おほほ、また新聞か。ほっ、いや、生きてるか、大丈夫、大丈夫、これ、わ、梱包すごい、これ見習いたい、すごいですね、これ。まずはこっちから行きましょうか。よっ、男の子かな、女の子かな。はい、これは男の子。生きてる？また買ったのかって思っちゃうかもしれませんが、買っちゃいました。四つ星ひなかぶと、もうたくさん羽化してくるじゃねえかって思ってる人もいると思うんですけど、あのね、休眠期が半年ぐらいあるんでね、できるだけね、羽化してるやつ、これは欲しかったんですよ。うん。それはまあ、60匹、羽化してくるんですけど、まあ、当分、あれですね、全部羽化その先の話で、まずね、ペアリングをしたい。はい。ということでね、生まれてね、7月生まれの子。これをね、新しく買いました。大丈夫、元気ないけど。生きてんのは生きてる。ですね。はい。まあ、四つ星でもこんな感じかもしれない。うん、生きてる、生きてる。はい、大丈夫ですね。いやー、四つ星。もうね、四つ星見せられてるんですよ。うん。男の子元気でした。女の子の方は？どうかな？お、おっと。わー、相変わらずちっちゃいね、四つ星。ほんと、カナブンだ、これ。はい、女の子です。元気だね。うん。いやー、よかったですね。うん。これ7月生まれなんで、12月ぐらいには、交食始まるかなっていうところですね。なんでね、1ヶ月ぐらいゆっくり、休ませつつ、餌を与えて様子を見て、で、ペアリングしていきたいなと思ってます。はい。なんとしてもね、四つ星100匹をね、達成したいわけですよ。そしてね、
今日もう一つの目的、ババコとババオの再ペアリング、これをねやっていきたいと思います。まずはババコ、2週間休ませてるんでね、もうだいぶねいい感じに体力も回復してると思う。あら大丈夫、麻痺してんのかな、大丈夫大丈夫大丈夫ですかね。はい、ババオね行きます。ババオくん調子血統だからすごい綺麗なんですよね。この辺かな。はい、これでね様子を見ましょう。どうすかね、やる気になってくれますかね。うん、ババコはおとなしい。ババをやる気出して、なんかノリが微妙だな。あ、はい、とりあえずこのまま放置しましょう。うまくいけばペアリングしてくれると思いますが、うまくいかなかったらね同居させます。うん、このねババオオニクワガタはね結構ね同居でもね全然いけるんですよ。はい、まあメス殺しもないですしね、なんで安心して同居させられる。オオクワとか少し怖いですよね。そうっすね、30分ぐらい待ってみたんですけど微妙な感じではある。うん、これはやっぱ同居だな。同居させましょう。だいたいね3日ぐらい同居させればいいと思うけど、うん、まあ大事をとってね、4日か5日ぐらい同居させましょうか。微妙ですね。じゃあ移動しますか。ごめんよ。はい、まずはババコからね。はい、そしてババオも。しかしババオお前綺麗だな。すんごい綺麗だお前。はい、入れましょう。はい、こんな感じでね同居させます。いきなりやる気になったわけではないと思うんですけど、これでねいい感じだろうと。うん、これでまあ3日から5日生活してもらって、そっからもう一回再セットしていく感じかな。産卵セット、いやーババコとババを頑張ってほしいですね。今ねババ黄金オニクワガタの幼虫の方は14頭になってます。この前ね採卵した卵2つ、あれもね無事に羽化しました。ということでね、なんと羽化率 100% ですよ。これはすごい、ちょっとびっくりですね。まあ途中なくなっちゃった卵とかあるのかもしれないんですけど、うん、なかなかすごい結果でしたね。とりあえずね30頭ぐらいまでは増やそうと思ってます。はい、どうだろうか、うまいこといくかな。うん、この部屋だとね多分30頭ぐらいが限界かなと。で、こっちにね余っている瓦材の禁止カップ、うん、これも使いたい。はい、で向こう奥の方にね作ったやつはね、あれは大平竹だったかな。これはね黒猫血統の大クワたち、あと平田も入れようかなと思ってます。はい、それではね今日はこれでお別れとなります。短い動画で申し訳ありません。うん、まあうまくいけばね明日も動画出せると思うんで、またご視聴ください。それではご視聴ありがとうございました。またコメントなんかお待ちしております。黒猫チャンネルの黒猫でした。バイバーイ。